こんにちはブロガーそしてフォックシンガーの原真一です当チャンネルでは一人の人物にフィーチャーして動画を制作することが多いのですが今年一番再生された動画の人物はトランプ大統領を抑えてトップがシドニー・パウエルさんでした2番目がトランプ大統領で3番目がマイク・リンデルさん次いでリンウッドさんですシドニー・パウエルさんの情報を求めて当チャンネルに来てくださった方々に 今年一年の感謝を込めてと言いたいところなのですが連邦捜査局がシドニー・パウエルさんを犯罪調査しているという件はご存知の方が多いと思いますその生々しい内容をお伝えするのが良いことかどうか悩ましいです憧れのスターのことなら何があってもどんなことでも知りたいと思う方もいるでしょうし傷つきたくない方もいることでしょう 後者の方は、この動画はご覧にならない方が良いかもしれません。ご判断よろしくお願いします。それでは進みます。数日前の動画でお伝えした、リンウドさんが公開したパトリック・バーンさんとの電話会話の内容の中で、実はより深刻な情報がもたらされたのは、リンさん、フリンさんの権威よりも、シドニー・パウエルさんに関することでした。 その音声の中からパトリック・バーンさんが何を言ったかを箇条書きでご紹介します。なお、以下2点をあらかじめ確認しておきます。1つ目、パトリック・バーンさんはこの会話をまさかリンウッドさんが公開するとは思っていなかったはずです。ここだけの話という前提で話しています。2つ目、連邦捜査局の調査は9月から始まっています。 従い、リンウドさんが動画を公開したから捜査が始まったわけではありませんなお文中に出てくるディフェンディング・ザ・リパブリックはパウエルさんが昨年の11月にあの喧騒の最中に立ち上げた選挙の完全性に寄与するための団体です最初はパトリック・バーン氏が代表を務めフリン兄弟も役員に名を連ねていました リーンウッドさんの名もはじめ誤って掲載されましたが後に削除されましたそれではご紹介しますディフェンディング・ザ・リパブリックの財務に懸念を持っていた財務監査を受け入れるべきだと主張した処理すべき選択のリストを作り監査人を雇わなければならないと彼女に言ったしかしシドニーは拒否した そのため4月に自分とフリン兄弟はディフェンディング・ザ・リパブリックを離れた2000万ドルから3000万ドル20から30数億円ですねが集まっていたのを見たが寄付の方法は無造作で時にはドル紙幣がはがきにテープで止められたようなものもあったそれらが適切に処理されたか疑問であるということですね ディフェンディング・ザ・リパブリックの資金は寄付者の意図通りに使用されていなかった。代わりにシドニーへの法的な支払い請求やシドニーへのドミニオンによる十数億円の名誉毀損裁判の裁判費用に費やされた。あの団体はディフェンディング・ザ・リパブリック共和国を守るではなくディフェンディング・ザ・シドニー・パウエル,ルを守る 自分には法的責任はないと考えたがシドニーパウエルを法執行機関にっってやった、えー、ここで解説を加えますとこれはちょっとした司法取引ののようなものです後にこれがばれた場合に自分も罪に問われないために「あの人は悪いことをしていますよ」と当局に告発することで自分に矢が飛んでくることを 回避したと見られますシドニーの団体運営は詐欺だフロリダの行政当局にフロリダ州に慈善団体の届け出を提出することなくインターネット上ではフロ,フロリダ州民から寄付を募っていると咎められシドニーは罰金1万ドルを支払ったその後フロリダに慈善団体として登録した。 以上です。様々な人間模様の泥臭い部分が見えてきます。パトリック・バンさんはビジネスマンですから、計算高いところがあります。逃げ足が速く、また今年春の段階では、フリン将軍を連れ回して各地でイベントを開催することがビジネスとして成立、確立できる見通しがついたので 意固地なシドニーと財政的に運命共同体でいる必要はなかったのでしょうリスク要因を早々に切り捨てていますビジネスが悪いとは言いません活動にはお金が必要ですシドニーパウエルさんの財務運営が懸念されます実はかなり早い段階でドミニオン社からの指摘を受けています ドミニオンがパウエルさんらを相手取り十数億円の名誉,名誉毀損訴訟を起こした一つの目的は彼女を財政的に破綻に追い込むことだったと考えられますところがなかなかにしぶといので調べてみるとそういうことだったのでしょうディペンディング・ザ・リパブリックの資金を流用していると同社は主張しています 視聴者の皆様にも記憶に鮮明に残っていることと思います。昨年11月、ジュリアーニ弁護士らと他元を分かってパウエルさんが独自の活動を始めた時には、トランプ支持者たちの多くがそれが作戦の一部だろうと信じていました。ディフェンディング・ザ・リパブリックには多額の寄付が寄せられたようです。もちろん一部は本来の目的にも使われています。アリゾナ監査へは同団体から 50万ドル規模5000数百万円です、ね、の資金が提供されています昨年シドニー・パウエルさんに関しておやと感じたことがありました選挙不正の事例が明らかになり始めた頃のことシドニーが使っているこの証言者は過去に全く別の事件でも登場している桜を使った詐欺だ という投稿がネット上に上がったのを記憶しています初期の時点では選挙不正の目撃者や体験者に勇気を持って出てきてもらうことが必要でしたのでその流れを作るために最初の数名がとても重要でしたパウエルさんは大義・正義のためには現実路線で多少強引なことをやる人かもしれないと感じました 同じ実例が数年前のスティーブ・バノン氏にもあります。外からトランプを支援するとホワイトハウスを離れ団体を立ち上げて寄付を募りましたが、同様に違反行為があり、罪に問われています。しかし、現実問題、お金が必要だったことでしょう。その件はトランプ大統領の御社により免罪となりました。シドニー・パウエルさんも彼と同様、 せい、だく、合わせのむ人物なのかもしれません。それでも、愛せますかと問いかけて、この動画を締めくくりたいと思います。今回は以上です。どうぞ今日も良き一日をチャンネル登録もよろしくお願いします。See you!